こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は8月12日月曜日です。大洲市内もお盆に入りました。今日午前中お寺さんを迎えております。今日は大洲市を飛び出して今松山市堀之内の愛媛県美術館に来ております。こちらでは世界遺産大シルクロード展やってます。この模様を少し見ていきたいと思います。それでは行ってきます。愛媛県美術館での世界遺産大シルクロード展でした。私も22歳当時にトルファン、クチャ、カシュガルといった街を鉄道やバスで回っていたことを大変思い出しました。あれから25年、30年ですか、かなり経済も発展し、随分様子は変わっておりますが、当時のことに思いを馳せながら今日の展示に行ってきました。また最後は9月1日までやってますので、県美術館ぜひ行ってみてください。今回ここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。